シャランはフランスペイドラ・ロアール地域県、バンデ県のコミューン、マレブルトン地方の中心地である。県北西部に位置する、バンデのマレブルトン地方の端にあり、大西洋岸から 15km 内陸になる。19世紀に描かれたシャランシャランの歴史は戦士時代に遡る。一帯で見つかる巨石記念物がその証拠である。町の名はカルという言葉から来ている。 カルトは隠れが、または村を意味する。ガロローマ時代からビルダがフィロディエールにあった。中世の町はコムキエ断斜苦量の支配下にあった。村に過ぎなかったシャランが死を開くようになり、成長していったのはこの時点である。17世紀にコムキエ城が解体されると、シャランは州の行政の中心となった。フランス革命後、シャランは軍庁所在地となった。 しかし町はバンデ戦争の影響を受け、共和国軍と王統軍の間で多くの衝突が起きた。1793年3月13日から放棄が起きてから町は王統軍に占領された。本当の最初の戦いはそれから1ヶ月後、1793年4月13日に共和国軍が奪還しようとした時である。別の2度の戦いは、 1794年4月7日と6月6日には応答軍が町を奪い取ろうとして起きた。いずれの戦いも共和国軍が勝利した。19世紀、町は経済ブームで発展を見た。なんとらロッシュシュリオン間鉄道がシャランを通過するよう開発されたおかげである。シャランは町の中心部に300以上の店舗を持つ一方で、郊外に大規模な食品スーパーや、 専門店がある。町では4週ごとに市が開催されている。火曜日の市はバンデ県北西部最大のものとして知られている。町にはベネ島社の工場を含むおよそ1500社がある。シャランは課金の飼育で知られており、トゥールダルジャンに提供されているシャランガモが有名である。参照元1962年から1999年まで、 人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE ハットリル EN2014。ありがとうございます。